こちら、この耳と未来へ、パラメータを、もうかっこいい。はい、こちらでっか、ここちょっと押すと、お、出っ張りがタップすることによって、あ、結構がっつりはまってますね。はい、補聴器とも集音器とも違う新しいコンセプトで誕生した第3の聴覚サポートデバイス、スマート集音器。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、近未来ガジェット大好き YouTuber 監督です。先日ですね、父とですね話した際に引き返される瞬間がありました。でも60歳を超えているので、ちょっと耳が遠くなったのかなという印象でした。そういったところでですね、補聴器という話になりまして、ただ補聴器といってもですね、かなり高額なんですよ。ちなみになんですけども、以前ですね、この監督ラボ来た時にですね、お掃除ロボットがあるんですよ。でそれを見てですね、興味津々になりまして、数ヶ月後ですね、実家に帰った際には1万円高いですね、本場のルンバがですね存在しておりました。といったところを踏まえてですね、調べまして、今回この商品に行き当たりました。昨年に発売されたばかりの最新のガジェットなんですよ。というわけでですね、実際にその商品を使ってみまして、この商品の特徴ですとか使い方ですとか網羅できる動画を作りましたので、ご覧ください。見た目はイヤホン、中身はスマート集音器。こちらの商品を紹介していきたいと思います。1年に1回ですね、世界基準でやっております家電見本市2020年、こちらですね、イノベーションアワード賞を受賞しております。他にもですね、こういったですね、近未来ガジェットが出展されておりました。冒頭でもですね、説明した通り、補聴器と集音器、まずこの違いからですね、簡単に説明したいと思います。補聴器というですね、名前を使うには国の基準がありまして、いくつかの機能をですね、兼ね備えている必要性があります。こちらの商品はですね、医療機器ではないので、家電量販店で気軽に買える商品となっております。こちらの商品なんですが、スマホアプリと連動することによって、環境に合わせたモードの切り替え、自分好みの大きさや高さに調整することができる集音器となっております。他にもですね、周囲の雑音を減らして聞こえやすくしたりですとか、こちら音楽も聞けちゃいます。通話もできます。まあイヤホンですからね。現在のですね、日本の補聴器事情についてちょっと調べてきましたので、お伝えしたいと思います。人間誰しも備わってます聴覚細胞はですね、老化によってどんどんと死滅をしていきます。そしてこれはですね、残念なことにですね、再生することがないものとなっております。いわゆるこの難聴をですね、放置しておきますと、脳への外部刺激が減ることによって、認知症にもですね、繋がってくると言われております。はい、というわけでですね、国内の難聴者数がですね、こちら、はい、補聴器、まあ集音器ですね、つけてる方がですね、ドイツが 34%、 イギリスが 41%、 日本なんですが、こちら、あれって思いませんか？ではなぜ日本ではこの補聴器、集音器が普及されないのかと言いますと、補聴器は医療機器にですね、指定されておりましてですね、高額になってしまうんです。各国はですね、公的補助の対象になっているのですが、日本では医療機器にですね、指定されていないというわけで、高額になってしまっている現状です。他の要因としてはですね、まあやはりデザインですね。そういったその見た目のハードル、そしてまあ集音器に関しては多少安価にはなるのですが、個人のですね、やっぱその耳の具合、まあそれぞれ人間違いますからね、その部分で難聴に合わせたですね、調整機能がついていない機種が多いというわけですね。そしてそこで出たのがこちら、オリーブスマートイヤー、この耳と未来へ。というわけでですね、先ほどのですね、問題がほぼほぼ解消されております。スマホアプリに対応させたことによって、自分好みの超音調節ができます。しかもですね、周波数ごとにですね、そういったそのパラメータを上げることができます。そしてですね、価格が約10分の1程度のお値段で購入できちゃいます。まだ、あ、なんといってもこのデザインがね、もうかっこよすぎませんか？ではですね、お待ちかね、開封の儀いきたいと思います。では開けさせていただきたいと思います。はい、すごい高級パッケージ。開けますと、はい、まずこちらなんですが、3枚入っておりました。1つ目が取扱説明書。はい、結構大
きく書かれておりますので、で続きまして安全にお使いいただくためにという冊子です。見てください、こちらでっかありがたい。装着方法ですね。まあ、わかりやすいですね。そしてですね、なんとこちら、使い方動画も入っております。しかもですね、DVD 入れるのめんどくさいなって方は、こちらですね、スマホで見れちゃうという、これはありがたい。あ、結構、がっつりハマってますね。はい。こちらです。取り出し方は、あ、ここをちょっと押すと、お、取れますね。あ、ちょっと音聞いてください。こちら磁石なので、こうやってひっくり返してもですね、落ちませんね。大丈夫ですね。一般的なイヤホンとほぼ変わりありません。こちらを開けますと、これが、コンセントの充電の部分ですね。イヤーパッド。こちらも後ほど紹介するのですが、2種類のパターンが入っております。充電する充電コード。おもながな感じですね。はい。ではですね、ここからですね、スマートフォンの画面も、お見せしながら、設定をですね、やっていきたいと思います。早速ですね、本体をですね、つなげていきたいと思います。オリーブと、オリーブスマートイヤーですね。はい。ここからですね、ダウンロードすることもできますし、取扱説明書の、裏側にですね、QR コードが載っておりますので、カメラで映しまして、はい、来た。ダウンロードします。はい、開きます。OK を押します。利用規約と個人情報保護方針を同意します。開始ボタンを押します。充電器から取り外すということで、本体を外していきます。次へ。はい、もうすでにもう剥がしておりますので、次へ。購入した時はですね、最初にこれ充電した方がいいんですけども、もうすでに終わっておりますので、次へ押します。入れます。で、イヤホンチップを変えてください。今現在ですね、ついているものがこちらですね。結構密閉型がですね、好きな方は、追加で入っているものをこれにした方がいいです。簡単につけることができます。こちらを使いたいと思います。次へ。オリーブの装着なんですが、ここの出っ張りがある方を上にして、はまれば、こんな感じでしょうか。はい。では、次へ行きます。まず電源をオンにするときはですね、親指でやった方が操作しやすいです。ですので2秒間押します。1、2、電源が入りました。完了しました。登録するを押します。はい。ここからがペアリングです。1、2、3、4、5。では次へ。ここはですね、左側の設定を押します。オリーブ 08C4 というものが、この商品なので、こちらをタップします。はい、接続済みになりました。では左上のオリーブを押します。で、画面に戻りましたので、次へ探すボタンを押します。はい、ペアリング完了しました。開始。自分の生年月日を入れます。はい、ここはできるだけ静かなところでやってください。では、OK です。行きましょう。では次へ。音の調整する前に操作方法を確認しましょう。はい、音が鳴ったら次へ。また。はい、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 はい。完了しました。次、逆の耳ですね。はい、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 はい。調整終了です。では、同期のボタンを押していきます。同期。これでですね、もう自分専用のオリーブに変わりました。はい、ペアリング成功です。ホーム画面がですね、こちらです。今現在のバッテリー残量はですね、ここで確認することができます。環境モードがこちら、3種類ございます。タップすることによって切り替わっていきます。雑音の除去、これはですね、除去するかしないか、これもオンオフで切り替えることができます。音量ですね、音が大きくなると、もう周音レベルも高くなってくるというですね。はい。で、続きまして、このイコライザーを押しますと、はい、パラメーター出ました。細かい設定をですね、こうやって使うことができます。で、戻したいときはこの最適化を押すことによって、自分がですね、以前使っていたものに戻ります。で、操作方法がわからなくなってしまいましたら、こちらのですね、ところを押しますと、ホームというところを押しますと、で、これを押すことによって、どういった内容に切り替わるのかという、アプリに関してはとてもシンプルでわかりやすいので、高齢の方でもですね、全然いけるかと思います。実際にですね、地下鉄の移動ですとかでこれを使いましたところですね、音が大きいところではですね、この雑音の除去がですね、かなり効果が発揮されました。基本的にこれ押さなかったら、ザーっていう音が入っていくんですけども、これを押すことによって、かなりですね、その雑音が下げられるので、なんかうるさいところでは、この雑音除去をもう黒くする。これでオンになります。会話モードはですね、
なんか声がクリアに聞こえるイメージ。対面とかで話すときにはこの会話モードにすると声だけがちゃんと入ってくる形になります。そしてテレビモードはですね、全体のこの周りの空間の音を大きくするような、そんなイメージとなっておりました。以上となります。使い方がわからなくなったらですね、こちらの上のところを押すことによってホームページとあとお問い合わせ先があるので、こういった内容がですね、わかりやすくですね書かれておりますので、こういったところを見る、イヤホンとしても使うことができます。スマートフォンで出ている音ですね、例えばですね音楽の再生ですとか、電話に出ることもできます。本当に簡単です。こちらですね、電話を出るというところに書いておりまして、電話がかかってきたら一回こちらをですねタッチすることで電話に出ることができます。で、電話を切るときは長押しします。1、2、2秒間で電話を切ることができます。使わないときはですね電源オフにした方がいいですね。7秒間長押します。1、2、3、4、5、6、7。終了します。最近ですね、耳が聞こえづらくなったかなと思う方ですね、とてもおすすめな商品です。はい、こちらの商品なんですが、29,800円となっております。はい、詳しい内容はですね、下の概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。補聴器と比べまして10分の1で購入することができます。いかがだったでしょうか。オリーブスマートイヤーという商品を紹介させていただきました。この監督ラボではですね、商品紹介ですとか、あと映画レビューだったりですね、いろんなジャンルにですね挑戦しておりますので、もしよければですね他の動画も見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。